はい、一番眠たい時間に入りました私も眠いだろうと思いますし、皆さんもきっと眠いだろうと思います。ご飯食べた後、この午後の時間って一番きついですよねぜひ睡眠学習にならないようにしたいと思うんですが、私は全然気にならないので、必要だったら立って後ろに何か取りに行ったり、飲んだり食べたりしていただいて結構ですので、ぜひご自由になさってください。そうですね、睡眠学習に入られた方にその学習状態から脱出するように私からは何もしないだろうと思いますけれども、それでも別に構いませんので、皆さん疲れなくてよくわかるし、いつもこういう時に思うのは、座ってずっと聞い取られる皆さんが一番しんどいと思うんですよ。で、私も実際に教える側ではなくて学ぶ側にも1年半ほど、ずっと行きましたので、どれぐらい座りっぱなしで聞きっぱなしっていうのは辛いのかってよく分かってますのであまり緊張せずに、楽にしてリラックスしても一緒に学ぶことができればと思います。お昼の時間に、一緒に食事をされた方たちにはというか、最後残られた数名の皆さんにもお話ししたんですけども、どこに行っても、私の持っている一つの目標というのは、皆さんと一緒にこうして学ぶ時間を通してですね、聖書を勉強することっていうのはどれほど楽しいことなのかっていうことを皆さんと一緒に分かち合うことができたらなというふうに思っています。そのようにもし皆さんが感じてくださっているならば、少しでも神様の私を用いてくださっているクラスさんかなと思うことができるだろうと思うんですけれども、聖書っていうのは死んだ本でもできてるわけですよね。神様の御言葉であって、それは私たち特にクリスチャンにとってその心を喜ばせるものであるだろうと私は思います。学べば学ぶほど楽しいもので、学べば学ぶほど楽しいっていうのは面白おかしいわけではないかもしれませんけれども、でも本当にそこに喜びが生まれてくるような、その素晴らしい本だろうと思います。私たちは今回こうして教会についてもちろんそれ以外のいろんなことについて時間を費やしてきたこともありますが、でも教会について学んできています。で、こうやって特に焦点を絞ってこういったことを学びましょうといって神学的なことを学ぶのもまた一つの楽しいことの一つだろうと思いますし、同時に一つの書簡なんですね、書簡だったり本だったりそういったものを集中して学ぶことも楽しいことだろうと思います。いろんな形で御言葉を学ぶ機会というのを皆さんに持っていただければ、それほど素晴らしいことはないと思いますし、それを通して皆さんが一つ一つ神様が求めている、神様が語られている素晴らしい真理を学び取っていくことができれば何よりだというふうに思います。一言お祈りして始めましょう。愛する神様、あなたが与えてくださっているこの時間を心から感謝いたします。私たち一人一人、どうぞあなたが強めてくださって、あなたの素晴らしい御言葉から学びを受けることができるように、どうぞ私たちの心を開いてくださり、私たちの目を開いてください。あなたの語っていることが理解することができるように、どうぞ語る者もまた聞く者もあなたが強め助けてください。これからの時間をあなたがその計画のままに大いに用いてくださることを心から願ってイエスの御名によってお祈りいたします。教会に関する比喩ということでまだ5ページなんですけども、ここから結構トントントンと進んでいく予定でいますので見ていきたいと思います。聖書の中で教会というのが一体どういうものなのかということを説明するにあたって、
パウロやまたその他の著者たちは教会についていくつかの比喩を使います。ここでは代表的なものをいくつか挙げていますけれども、それまず一番目に見ることができるのは体というものです。体この体に関する例えというのは本当に聖書のいろんなところで出てきます。特にパウロが好んで使う表現ですけれども、非常に分かりやすい。そして教会というものがどういうものかを私たちに教えてくれる一つの例えであるというふうに思います。この体の頭というのはキリストであることを皆さんもよくご存知だろうと思いますが、エペソの手紙の1章、エペソ人への手紙の1章の20節から23節までのところを特に見ていただくと、このキリストが教会の体であるという概念というのを私たちははっきりと読むことができます。パウロはこのようにエペソの1の20のところから記しています。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天井においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですと記しています。キリストは教会の頭であるんだということがここにも書かれています。教会が全ての上に立つ頭であるわけですね。その方が教会に与えられているんだという話をしているわけです。エペソの手紙だけではなく、このキリストの頭としての働きというのは他の箇所にも記されているんですが、例えばちょっと頭という表現とは違うかもしれませんけども、ちょっと見ていただきたいのはコロサイの手紙の一章、これも頭という言葉を使いますね。一章のコロサイの手紙の一章の、そうですね、16節から読んでいきましょう。16節のところはこのように書いてあります。なぜなら万物は御子にあって作られた。天にあるもの、地にあるもの、目に見える地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も全て御子によって作られたんです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたんです。御子は万物よりも先に存在し、万物も御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのですというです。このように聖書をはっきりと、特にパウロははっきりと私たちに教会の頭がキリストであるということを教えています。何の話をしているのかというと、教会の権威というのはキリストが持っているという話です。教会の中で一番偉いのは誰ですかという質問に対して私たちが聖書的に答えたらば、それはキリストですというふうになるところです。キリストが教会の全てを治める方であるんです。それに対して残りの部分、体の部分は一体誰なのかというと、そのことに関してはパウロはエペソの手紙の4章のところでその回答をしています。エペソの手紙の4章の15節のところからお読みしましょう。4章の15節、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなんです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長した愛のうちに立てられるのです。体は私たちクリスチャン、今日もうすでにこのことを午前中の間に何度か話をしたと思いますし、特に昨日の夜この話を集中してしたように思いますけれども、私たちが信仰を持った時に精霊は私たちのうちに働いて、私たちを
生まれ変えさせるわけですね。で、生まれ変わった私たちはどのようなものになったのかというと、いろんなことを聖書なんか記してますけれども、その一つの大きな特徴として、クリスチャンは教会に、このキリストの体に加えられるようになったんです。加えられるようになったんです。で、この体である教会、私たち一人一人は何が、どんな責任を持っているかというと、この頭に対して依存し、そして従順であることが言われているわけですね。私たちの体がもし例えば頭と体が分離していたら、その体は生きてないんですよね。ですよね。同じように私たちがもしこの頭につながっていなければ、私たちは教会としての存在、教会として存在することができないわけです。で、この頭であるキリストに向かって私たちは成長していく。こうするとちょっと人間的なこの体の表現から外れてしまいますけれども、パウロが言わんとしていた15節のところはまさにそのことですね。頭なるキリストに達することができるようになるため、成長してそうなっていくことが私たちの目標であって、このキリストによって、これ依存の話が出てきますけれども、体全体は一つ一つの部分がその力量に正しく働く力によって、備えられた結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長していくんだという話をしているわけです。キリストが私たちに対して働きをなしてくださり、キリストが私たちを教え、キリストが私たちを導き、キリストが私たちをご自身のふさわしい体へと成長させてくださると思います。これが分かりやすいかどうか分からないんですけども、生まれたばかりの子供、子供ですね。まずね、頭大きいですよね。で、体が頭に対しては小さいですよね。で、それがその私たちが教会に加わった時の状態だと考えてみてください。で、私たちがキリストの頭のその働きを通して私たちの体が成長していって、頭にふさわしい、8頭身ぐらいあればいいんですけども、頭にふさわしいサイズに体が成長していくわけですね。わかりますよ。で、まあ、そのよう全くその通りなんだよってわけではありませんけども、でも考え方として、その想像していただくにあたって、非常にわかりやすい例の一つなんじゃないかなと私は思うんですけども、キリストのそのサイズに私たちはそのふさわしい体へと教会が成長していくわけです。で、ここで語っていることっていうのは特に見えない教会の話をしています。ですから私たちは全てその普遍的な教会の中で、紀元三十数年から救われた、例えば最初のペンテコステからキリストの体へと加えられた人たちと一緒に、私たちはこのキリストの体が完成するその時まで、その時まで私たちは一緒になってこの成長の過程を繰り返して続けているわけですね。今まだ私たちは立てられている最中なので、キリストの体としてその全ての部品が揃い、その全ての姿形が成り立った時に、私たちは初めて本当にキリストの完全な姿をそこで表すことができるだろうと思うんですけども、キリストの普遍的な体として。でも私たちはそのようにキリストの命令に沿って、そのキリストに依存し、キリストに従って成熟していくものなわけです。皆さんにちょっと見ていただきたいのは、11節のところからちょっと見ていただきたいんですけども、ここでパウロは私たちにどうやってじゃあこの教会が成長するのかということを教えています。で、皆さんが使っておられる聖書は11節のところこういうふうに書いてあります。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです、書いてあるんですね。私ドイツ語の聖書が読めないので、
ドイツ語で何て書いてるのかわからないんですけども、この日本語でおたてになっているというふうに訳されている言葉ありますね。おたてになっている、この言葉は実は、7節に出てくる動詞と同じ単語が使われています。同じように本来ならば訳すべきなんです。それは何かというと、それは与えるという言葉なんですね。です。このおたてになったというのは、神様がこれらの人たちをおたてになったというふうに言ってるんですけども、実際に直訳すると、私はなぜ新海役の役者たちがここでおたてになったという言葉を使ったのかよくわからないんですが、でも実際にここでパウロが言ってることというのは、キリストご自身が教会に使徒、預言者、伝道者、そして牧師、教師と呼ばれるグループの、最後2つ一緒なんですけども、一緒というか同じグループに分けることができるんですが、この4つのグループの人たちを、何する？お与えになったんです。教会に。ですね。で、その前のところで、もうお与えになったって言葉、与えるという言葉がいくつか使われてますけれども、そこでこの文脈の流れで言ってることというのは、そのキリストが賜物を私たちにくださったという話をしているんです。でもここで特にパウロは教会に対してキリストご自身が特別にお与えになった役割を持っている人たち、その賜物を持っているというふうに言うべきだろうと思うんですけれども、持っている人たちの話をしています。4つのグループなんですね。使徒と預言者というのは、ここまでの時間で何回か見ましたけれども、話をしたと思うんですが、ちょっと昨日の夜いらっしゃった方はお話ししましたけれども、使徒と預言者は今現在いません。です。で、預言者の定義がちょっと問題になると思うんですが、昨日の話だと。預言者と私が言うとき、パウロはここで預言者と言ってるときに、ここで言ってる預言者というのは、神様から直接的な啓示を受けて、語る人たちです。ですから今の時代に神様から直接的な啓示を受けて、人々にこれを告げなさいという人たちは私はいないというふうに聖書を読んで思っていますし、信じています。それはいろんな考え方をしている方がいらっしゃるので、ここで話すことからではありませんけれども、でもそのいわゆる人たちは神様からのメッセージを受けて語りましたね。そして新約時代にも預言者たちというのがいて、その預言者たちは何をしたかというと、エペソの手紙の2章のところを見ましたけれども、奥義が神様から教えられて、直接的な啓示があって、その啓示を語ったんですね。彼らの役割は同じエペソの2章に書いてあったように、何でした、土台を据えるんですね。で、土台はもう据えられているので、彼らの働きが繰り返されることもないし、彼らの働きが役割が必要であるわけでもないんですもんね。土台は据えられない。で、残ってる何かというと、残ってるのは伝道者と牧師また教師であるんです。で、これ具体的に彼らどういう役割なんですか、定義をするとまた時間がなくなるので今ここではしませんけども、簡単に言えば伝道者たちというのは、簡単に言えばですよ、伝道者たちというのは、いわゆるイエス様を知らない人たちのところに行って、そこでイエス様を伝えて福音宣教するわけですね。で、そこで例えば教会を建てたということを、いわゆる宣教の最前線で働く人たちっていうふうに考えることが一番、簡単な分かりやすい説明かなと思います。もう一つの牧師教師としては何をする人たちかというと、その教会を、養い、教会で教え、導く人たちの話をしています。ですね。ですから、最前線で働く、いわゆる開拓伝道をする人たち、そういう言い方で日本語でできるかもしれませんけども、人たちと牧会をする人たち、でもいいんです。でも、共通していることは何かというと、この後出てくることなんです。彼らが何をするべきなのか。私たち、伝道者というと、伝道だけしてる人のように考える傾向があるんですが、伝道者の役割は伝道することではありません。必ずしもそれだけではありません。また牧師たちの役割というのは、牧師教師たちの役割というのは、そうすると教えることがメインだと思うかもしれませんけども、彼らも伝道しないといけないんですね。ですよね。じゃあ彼らが、キリストが特にこれらの人たちを
お与えになった、お与えになった目的というのは何だったかというと、そのことが12節以降に書かれています。今までのこともう一回整理しますよ。使徒、預言者、伝道者、牧師、教師というグループの人たちがいます、ね、この人たちをキリストは教会に特別な賜物としてお与えになりました。で、使徒と伝道者はこう同じように考えることができるかもしれません。使徒たちというのはパウロのように出て行って、そこで全く何もないところに教会を建てましたね。同じような働きを伝道者たちもするわけです。預言者たちというのはその出来上がった教会の中にいて、神様の御言葉を人々に伝えたわけです。直接的な啓示を持って、最初の2つは直接的な啓示がありますからね、使徒、預言者たち。それに対してそれと同じように牧師、教師たちというのはもう与えられている御言葉を通して彼らを導き教えていくわけです。ですね、こういう人たちが与えられました。さあその目的は何でしょう。順次見てください。それは目的ですね。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちがみんな信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。何のためにキリストは使徒、預言者、伝道者、牧師、教師たちを教会にお与えになったのかというと、その目的は何でしょう。生徒たち、つまりクリスチャンを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、完全に大人になってキリストの御丈にまで達することになります。教会でどうやって成長するのか。教会は与えられているキリストがお与えになった牧師、教師たち、伝道者たち、今現存するその人たちだと思うので、その人たちが何するんですか。彼らとちょっと戻らせてください。11節に4つの仕事に共通することって何かというと、4つの仕事に共通することは喋ることです。ですよね。みんな喋るんです牧師教授の悪いところは、多分私もその人だと思うんですけど、喋り始めたら止まらないでも共通してるのは喋ることです。喋ることってのはただおしゃべりなだけではなくて、私本当無口なんですけど誰も信じてくださらないと思いますけど、この2日間終わった後普段はおとなしいです、結構でも何をするかというと、私は何よりも喜びでしたいこと、そしてすることって何かというと、神様の御言葉を教えること、解き明かすことなんですね。で、牧師、教師たち、伝道者たち、預言者たち、使徒たちにみんな共通することはまさにそのことなんです。神様はこの語る賜物というのを持っている者たちを教会にお与えになっています。で、それは何をするかというと、御言葉を教えるためですね。最初、預言者、使徒たちの時代は聖書が完成していなかったので、彼らの役割って何かというと、神様から与えられた啓示を人々に語ったわけです。神様はこうおっしゃいます。教会というのはこうでないといけません。神様はこうおっしゃいます。あなたの人生においてこういうふうにクリスチャンとして生きないといけません。具体的な問題がそこにいろいろありました。その中で彼らは神様からの啓示を受けながら人々を導いているんです。でも1世紀の終わり頃にはもうすでに新約聖書が完結しました。ですよね。で、新約聖書の歴史を見ていくと分かることというのは、特に使徒の働きなどを眺めていくと分かるところというのは、だんだんとその特別な奇跡的な賜物というのがなくなっているんですね。使徒の働きの記述がどんどん消えていきます。そして書簡なんかを見ても年代順にそれを並べていくと、実は新しい年代の方にはそういった奇跡的な賜物に関する言及がよく出てくるんですが、終わりの方のものにはほとんど出てきません。何を私は言わんとしているかというと、その神様からの啓示が、直接的な啓示が御言葉が完成していくにつれて、その必要性がなくなっていけばいくほど啓示が証明される必要がなくなっていくんですね。私が例えば今ここで神様が今日、今私皆さんがここにいる間に私に
の部屋で直接的に語ってくださって、こういうメッセージを皆さんに告げなさいとおっしゃったんですって言った時に、皆さん信じますか？ぜひそういう方がいらっしゃったら疑いの目を持ってくださいね。まず最初それ、実際にそういう方は残念ながらいらっしゃるんですけども、ね、でも気をつけてください、ね、なぜそう皆さん気をつけていただかないといけないかというと、本当に神様がその人に直接的に啓示を与えたのかどうか、皆さんどうだと思います？ひょっとすると皆さんとは別に私が一人で部屋で休んでて変な夢を見てただけの話かもしれないですね。ね、でそれが本当に神様からのものなのかどうかというのは全くわからないわけです。どうでしょうね、します？聖書で一貫して、聖書、奇跡的なことに関して非常に興味深い単語を使ってその奇跡を表します。それは何かというと、それは日本語で死で始まります。三文字。印ですね。印って何だと思います？証明なんです。ね、出エジプトの時代からもずっとそうです。モーセがどうして神様から使わされたことを人々が信じることができますかって聞いたときに、神様に、神様何て言いました？この杖を投げなさいとか、手を懐に入れなさいとか。って言って何が起こりました？そこで奇跡が起こったんですね。ね、それを見て人々は確かにモーセが神様から送られたものであることを何です？証明されてそれを知ったんです。でこれは単にモーセだけの話ではなくて、聖書全体を見たときに一貫して奇跡的な事柄に関して聖書が教えることがあるんです。奇跡をランダムで適当に起こるようなものではなくて、なぜ奇跡が起こったのかというと、それはメッセンジャーを証明し、メッセージが確かに神様からのものであるということを証明するためのものなんです。だから大急ぎで話をするっていうのは全然進まないですね。まだ余談なんですけども、どこかでつながってきますから安心してください。だから聖書には例えば人間の歴史を見るときに、創造から今までの時代、もし皆さんが創世記の系図にギャップがないと思われれば、ギャップがないとすれば、創世記の5章と創世記の11章の系図出てきますけれども、その系図にギャップがなかったとするならば、大体創造の最初の時まで7000年ぐらい、紀元前7000年とか6000年とか、それぐらい、あ、失礼、4000年とか前ぐらいだろうと思うんですよ。失礼、そうなんですね、まあ、頭混乱してる。多分全部で7000年ぐらいですかね、だと思うんですが、1万年までいかないんですけども、ね、そのぐらいの歴史の中で奇跡が起こってた時代というのは、大まかに今までの時代、世の終わりまで、聖書が教える世の終わりまでの時代を考えると、大まかに分けて4つしかないんです。4つ。一番最初どこだと思います？もうこれお話しました。一番最初に出てくる奇跡の時代というのは、いつかって言ったら、それはモーセの時代です。モーセの時代。モーセの時代にはたくさん出てきました。モーセ、ヨシュアの時代には奇跡がいろいろ起こっています。ありましたよね。紅海を分けるのもそうだし、エジプトでモーセがいろんな奇跡をしました。ですよね。モーセが杖を持っているときは戦いがうまくいって、杖が起きてしまうと疲れて杖が下に向くとイスラエルが劣勢になったわけです。ですよね。いろんな奇跡が起こりました。イエス、モーセは岩を叩くと水が流れてきたし、ですよね。またヨシュアの時代にも同じような奇跡がいくつか起こりました。ヨシュアを通して。で次の時代はいつかというと、皆さん想像できます？次の時代はエリアとエリサの時代です。エリアとエリサもたくさん奇跡をしました、ね、
で、その次の時代はいつかというと、これが一番奇跡の多かった時代ですけども、それはイエス様と弟子たちの時代です。ね、4番目わかりますか？最後4番目は観覧時代です。これ未来なんですけども、観覧時代に2人の預言者がやってきて、私あのもし取り残されることがあるならばぜひこの2人のうちの1人でやりたいと思うんですけども彼らはあの彼らを迫害する人たちの前で火を吹いたりとかですねどうやって火を吹くのかわからないんですけども、祈ると雨が降らなくなったりとか、ものすごい奇跡をたくさん行う人物たちのことを記されています。具体的な詳細はあまり知りません、わかりませんけれども、でもそのように奇跡を行う人時代や時があると教えられる。で、実は人間のこの長い歴史の中で奇跡が頻繁に起こる時代というのはその4つしかないんです。で、その4つに共通していることが1つあります。何だと思います？共通していることは何か。それは神様が直接的に語られている時代だということです。モーセとヨシアの時代は立法と、そして歴史書である、その初めであるヨシュアの、その彼らの権威を確立するために神様は奇跡を持って彼らの働きを証明しました。エリアとエリシャの時代は彼らは預言者たちの代表者であると言っても構わないと思いますが、彼らがその預言者としての働きをしていく上で、神様がその彼らの働き、彼らのメッセージを証明するために多くの奇跡を行いました。イエス様の時代においてイエス・キリストが一体誰であるのかに関して、イエス様はもし私の言葉を聞いて信じることができないならば私の行いを見なさい、私の行いを見なさい、行い、うん、私が行っているさまざまな事柄を見たときに私が誰か分かるでしょうって話をした。バプテスマのヨハネがずっと想像して、彼自身も想像してきたわけですね。イスラエルに与えられるメシアがやってきたんではないかと考えて、そのことを待ち望んでいたわけですが、でも途中で不安になったわけです。それで人を送ってイエス様に聞くわけです。あなたが本当にそうですか、それとももうちょっと待たないといけないですかって時に、イエス様は何の話しました？人々が癒され、ね、盲人の目が開き、そう話しましたね。人々病気、病人が癒されていくのを見なさいと言って、そのことをもって彼が誰であるのかをヨハネに対して告げたわけです。それが証明となったわけです。なります？ヨハネの福音書の中でイエス様が記したらこの世の本に収まりきらないぐらいのたくさんの奇跡を行いましたと言うんです。でもここにヨハネは確か7つの奇跡を記していると思うんですけど、ここに記されたのはイエスが神の子キリストであることを証明するためのものであるということをヨハネの福音書の中でその記したんです、受賞の、ね、そして弟子たちはそのイエスの働きを継続して行うものとして、彼のメッセージ、そして彼の自身の証明としてその奇跡的な働きをしてきたわけです。なんで観覧時代のこと、観覧時代にも啓示があるかだと思います。私、観覧時代のことほとんど知りません。どんなことが起こるのかは知ってます。具体的にその中で生きる人たちがどういうふうに生きないといけないのか私たちは分からないです。多分その時にそういった啓示があるでしょう。でも、何で今の話をしたのかというと、その、どこから始まりましたね。私が今ここにやってきて、神様があなたにお告げになっていますって言って全く聖書に書いてないことを勝手に話し出したとしましょう、ね、教会というのはこうでないといけない。で、皆さんが聞かないといけないのはあなたはどうやってそれを証明することができますかって聞かないといけない、ね、その時にその私は神様から予言を受けたんだという人たちは本来ならばそれを証明することができる奇跡的な働きが必要なんです。私はもともと予言がもうないというふうに思っているので、なぜかというと聖書が閉じたものですから、これ以上神様が神様できないと言ってたんですよ。誤解しないでくださいね。神様は私たちに直接的に語ることが可能か不可能かと言われたら答えはもちろん可能です。ですよね。でもそれをするかしないか
って言われた時に、私は御言葉が完成していて、教会の土台が据えられていて、今の時代に必要な言葉を全て神様がここに記されているとするならば、今神様が旧約聖書を書かれていた時代や新約聖書を書かれていた時代と同じように語ることをするかというと、語らないだろうと思います。実際に旧約聖書閉じられてから400年間沈黙の時代がありましたね。新約と旧約の間に、ね、その間神様一切語らなかったんです。マラキ書が終わって、そう、ね、エズラネヘミヤの時代が終わった時に、そこからバプテスマのヨハネがアラノで語り始めるまで、イスラエルたちは400年間神様の声を聞かなかったんです。直接的な啓示がなかったんですね。新約聖書の終わりにヨハネがその預言の働きが終わったことを宣言し、預言者の必要がなくなったことを明言した。あと、私たちは今の時代にいて、次の時代がやってくるまでその啓示の必要がないことを認めるべきだろうと私は思います。どっからこの話になったのかすっかり忘れました。あれですね、牧師、教師、伝道者、預言者って話してたはずなんですが、預言者、そうです、使徒預言者たちはもう今だからいない、いないです。要はそれだけ言いたかったですね。使徒預言者たちはいないです。で、もちろんあの教会の中では、この世界的にキリスト教会の中には今も使徒がいます、預言者がいますという方たちはたくさんいらっしゃいます。実際に私は使徒ですという人たちもいるし、皆さんが考えないといけないのは、その人たちが語っていることが本当に 100% 間違いのないことであるかどうかを皆さん気にします。だって神様が語ったのがそこに間違いがあるべきではないです、ね、でもしその人たちが私は神様からの啓示を受けてこういうことを告げますと言ったときに、その啓示を受けて告げた言葉が間違った内容のものであるならば、もしその人たちが旧約聖書の時代に生きているならば、その人たちは石打ちにならないといけません。直ちに、それぐらい神様の言葉を言葉だって言って語ることというのは大変なことなんです。ですから今の時代でもし皆さんの周りに誰か預言者ですという方がいらっしゃったら、ね、つまりその預言者が直接的な啓示を受けたという話ですよ、方がいらっしゃったら、どうぞその人たちの語っている内容にしっかりと耳を傾けて、なんで今訂正します。もしそういう方たちがいらっしゃったら、これ私の皆さんに対するおすすめですよね、個人的な、ですか、あくまでも個人的なおすすめなので、皆さんちゃんと責任を持ってこれを告げるときは自分が勧めるって言ってくださいね。私の名前使わないでくださいよ。でも皆さんがもしそういう方に出会ったら、私が一番勧めるのは、どうぞその人たちの言葉は聞かないでください。まずね。でももしどうしても聞くと思うならば、その聞くときに、その人たちが語っていることが本当に聖書と照らし合わせる矛盾のないことなのかをまず最初に確認してください。です。神様は矛盾のない方なので、以前語った啓示と違うことは語られません。わかります？だから聖書に矛盾がないんですね。同じようにもし聖書が神様が語っているならば、その語られた内容にも矛盾がないはずです。だから御言葉を照らし合わせてください。まず最初同時にその人たちが語っていることが本当に 100% 信じたものかどうかをどうぞ皆さん見分けてください。なんでこういうかというと、少なくとも私が知る限り、今の時代にも預言者という人たちもたくさんいますが、彼らの語っている預言と言われるものが 100% 正しかったことは、つまり彼らの打率が10割で、ね、いつその神様が語ったということが常に全部成就するものであるかというと、そういう人たちは今までいません、この時代。それは何を私に告げるかというと、彼らが語っている預言と神様が語っている預言というのは随分違うものであるということを私は申します。
さあ困りました。なんでここに来たのか、どうしたのか分かりません。ある人を師と、ある人を預言者、彼らはもう終わってしまって、でも残っている伝道者、教師、牧師教師たちもいるわけです。彼らは何をするかというと、教える働きをするわけですね。教える働きをすると何が起こるかというと、生徒たちが整えられるわけです。なぜする？なぜ教える働きを、その御言葉を語る働きをすると生徒たちが整えられるんですか？だって私たちはこの御言葉によって成長しますよね。神様の真理を知って、それを適用することができるんですね。だから生徒が整えられてるんです。整えられると何が起こるんです？奉仕の働きが起こりますね。こそがいてますね。教会の中で、皆さんどうか分かりません。でも私が日本の教会を見てきて思うことは、日本の教会の一つのたくさん問題のある中の一つは、それは何かというと、奉仕をしているのは牧師だけだと思います。一般信徒が一切仕事奉仕をしてないって話じゃないですよ。でもほとんどの場合、奉仕をしているのは教職と呼ばれる人たちです。で、信徒たちは何を思っているかというと、牧師は教会から給料をもらっているので、仕事をするのは牧師でしょ。ものすごく聖書的ない考え方だと私は思います。なぜならば、牧師というのは、牧師、教師、伝道者、ここに書かれている神様が与えてくださった者たちは何をするのかというと、彼らは教える働きをして生徒たちを整え、誰が教えるんですか？生徒が奉仕することができるようにしているんですね。で、教会が正しく成長していくために何が必要かというと、生徒たちが御言葉を通して教えられて成熟していくがゆえに、さまざまな奉仕に積極的についていくことができるようになっていくことが教会の成長なんですね。でも日本の教会の一つの大きな問題というのは、牧師が全部やらないといけないんです。私の知っている先生方でも、多くの方たちは、教職と言われる人たちは自分、日本の教会でも基本的に小さいですから、何人もスタッフがいるわけではないので、自分一人で全部やらないといけないんですね。多くの人たちが教会に住み込みです。そうすると日曜日の朝のメッセージですね。で、日曜日の午後からのミーティングには全て参加しないといけないし、日曜日朝皆さんが来る前には教会を掃除して、あれどころかスリッパをしっかりと並べて、礼拝の準備を全部整えて、そしてもちろん夕飯があるかもしれません。夕飯も全部やって、皆さんが帰られた後電気を消して全部鍵を閉めて、ようやく休むわけですね。月曜日から金曜日まで、土曜日まで何もしてないかというと、そうじゃないですね。その牧師がありとあらゆる訪問をするわけです。だって訪問できるのは牧師しかいないというですね。ありとあらゆるカウンセリングは牧師がしないといけないんです。だって牧師じゃないですかですね。ありとあらゆる伝道の機会に信徒から電話がかかってくるわけです。先生、今お友達と話をしていて、ちょっと神様の話になったんですけれども、来ていただいて伝道していただけないでしょうかっていう電話がかかってくるのがよくあります、ね、そうすると全ての伝道の機会に出ていかないんです。家庭集会があって、家庭集会で教えるの誰ですか？牧師です。だからありとあらゆる集会に牧師は平日も参加しないといけないんですですよね。そうやって1週間ずっと過ごしてきて、また日曜日が来るんですね。皆さん、何が問題だと思います？私ここで一番大きな問題があるんです。その牧師が日曜日講談から語るメッセージって内容が深いと思います。どうです？ひょっとしたらいろんな経験をしてるから深みのあることを語ってくれるんじゃないかと皆さん思われるかもしれませんが、私たちがここから語らないといけないことっていうのは、私たちの経験ではないですね。例えば経験を語ったとしても、それは私たちの経験はあくまでも例えであったりとか、ね、一つの例でしかないですね。私語らないといけない何ですか？これですよね。これセミナーの間で見ましたね。パウロが一番最初の時でしたっけ、パウロがテモテに対して、あなたがしないといけないと言った働きは何でしたっけ？第2テモテの4章の2節、何て言いました？御言葉を
述べ伝えなさい。時が良くても時が悪くてもそれをしなさいということですね。つまり教会に与えられているこの語る働き人たちというのが一番時間をかけないといけないところはどこかといったら、この御言葉を語るために、御言葉を正しく伝えるために、御言葉を正しく理解してそれを分かりやすく語り伝えるために、何したらいいんですか。聖書を学ばないといけないんです。でも牧師忙しいじゃないですか。牧師忙しくてそのメッセージがいつも浅いものであると、ちょっと言葉悪いですけれども、午前中のヘブライ人の大学の5章の言葉を使うならば、いつまで経ってもミルクしか語ることができなかったら、聞いてる信徒の人たちは整えられると思います。整えられないですよね。いつまでやっても霊的に本当に柔らかい食べ物しか食べることができないから成長しないんです。成長しないとどうなると思います。奉仕の働きをしないんです。奉仕の働きができないんです。そうすると誰が奉仕しますか。牧師しないといけないんです。で、牧師はいつまでやっても忙しいんです。いつまでやっても学ぶ時間がないので、語ることがいつまでやっても浅いもの、柔らかい食べ物しか提供することができない。そうすると信徒がいつまでたっても成長しないので、いつまでたってもこの負のサイクルの中を回り続けて、ずっとずっと下降線をたどってしまうんです。聖書というのはこの語る賜物を持っている人たちを神様が与えたのは何のためでした。生徒を整えて彼らが十分に成熟したものへとなっていくがゆえに、教会の中にあるありとあらゆるさまざまな奉仕を彼らが全うしていくことができるようにするためです。生徒を整え、奉仕の働きをさせ、そうやってキリストの体を立て上げていくんです。教えられていくことによって、私たちが皆、信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達するんです。どうやって一致します?私たちがこの御言葉を知らないと一致しないじゃないですか。ね。基準はどこにあったって、基準はここにあったわけですよね。だからこれをしっかりとみんなが正しい見解を持って理解していくときに、そこには知識の一致が生まれてきますよね。そうやって何が起こるかというと、完全に大人になって成熟したものになっていって、キリストの御丈にまで達するんだということです。14節、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く我が賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがないためです、ね、分かりやすいですね。そうやって読んでると思いません。成熟していない教会はいろんな悪い教えが来ると、教えの風が吹くと、それにすぐなびいてしまうんです。すぐ惑わされるんです。なぜですか。だってよく分かってないから。なんでよく分かってないんです。語れたものを持っている人たちがちゃんとその役割を全うしないがゆえに、生徒がいつまでやっても成熟しないから、子供たちばかりだとちょっと間違った教えが入ってくるとすぐに波風が立つんですね。で、教会が大きく揺れるわけです。まるで風緑のように風が吹いた方向にキュッと向くわけです。ある時はこっちから風が吹いたらこっち向くし、まあ、でも逆の時は風が吹くとこっちすぐ向いてしまうんです。一貫性がどこにもあって、神様の望んでいるところにしっかりと立っていくことはなかなかできない。だから神様は誰を選びます。だから神様はそのことがないように御言葉を教える働きをする使徒、預言者、伝道者、牧師教授というのを教会にお与えになっています。わかりますか。で、この体は私たち体ですね。そうやってキリストの頭であるキリストの語った言葉を通して、そこから私たちの教えを受け、その真理に従順に従い、その真理に依存して生きていくときに私は成長していくわけです。この体というのを部分を構成するのが私たち一人一人ですね。一人一人なんです。そのことがコリントの手紙の12章、第1コリントの12章に書いてますけれども、今ここで詳しく見ることはしませんが、パウロはこの第1コリントの12章のところで、私たちはそれぞれの体の部分なんだって話をします。ある人たちは手だし、ある人たちは目だし、ある人たちは口だしってことですね。
またある人たちは内臓があるんです。ある人たちは足の指かもしれません。でもパウロがこのコリントの第一の手紙の12章のところで強調していることというのは、たとえ誰が欠けていたとしても体としては十分じゃないでしょうと話しています。ひょっとすると目立つ賜物を持っている人たちが、目立つ役割を担っている人たちが重要なんだと考えるかもしれませんが、パウロが言っているのは、いやいや目立つから重要なんだ、皆それぞれがふさわしい与えられている役割をしなければ教会は成り立たないでしょって話をしています、ね、パウロはこんなふうに言いますよね。12章のところで、目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。教会には全ての部分が必要なんです。神様は必要な部分をそれぞれに、託してキリストの体を構成するようにしているんです。これは見えない普遍的な教会においてもそうだし、その見えない教会の繁栄である見える教会においても同じです。皆さん一人一人が今皆さんが属されている教会におられるのは、ね、偶然でも何でもありません。神様の計画のゆえにそこにいらっしゃるわけです。で、皆さんがどういう思いでそこにいらっしゃるのか私には詳しく分かりませんけれども、でも私が一つはっきりと分かっていることは、皆さんはこの地上の教会で、皆さんが属しておられるその地上の教会において属しているというのはもう少しきちんと言いましょう、定義しましょう。皆さんがその教会の一員として神様が与えてくださった賜物を用いて人々の成長のために働きをしているその場所、教会席の話をするんじゃないですかね、属しているのは。私が前以前いたその大阪の教会では遠隔の会員なんていう方がいたわけです。例えばアメリカに結婚されて行かれた方たちで、でも日本の教会から席を外すのがって思って、ずっとその大阪の教会に席を置き続けている方たちがいらっしゃるんですけれども、もちろんいろんな考え方があるので、私が言っていることは絶対聖書的なんです、正しいんです、言ってるじゃないですよ。でも私はこう思うって話です。こうその人たちがアメリカで教会に行ってるんです。でアメリカの教会で自分たちの賜物を用いてその教会のために働きをしてるんです。でも席は大阪にあります。属してるのはどこですかって言ったときに、私は属してるのはアメリカの教会だと思うんです。なぜならば私たちはそれぞれ自分の賜物を用いて何するんです、お互いの徳を高め合わないといけないので、ね、どこの教会でその徳を高め合ってますかって言ったら、その自分が働いてるところじゃないですか、ですよね。で確かに大阪の教会を席に置いてますと、それ問題ないと思うんです、別にそれ自体は。それが許されない。でも、その私たちが教会として、今ここに集められていて、私たち一人一人が、スイスの教会ならば、スイスの教会に口がいるわけです。その口は、マヤ先生のことなんです ね。でも、手が必要ですね。ね、手が必要だし、足が必要です。いや外側の見栄えのあるいい部分だけではなくて、内側 のちょっと見るとグロテスだと思うような内臓もなかったら教会としては体としては成り立たないんですね。でそのように一人一人が必要な部分を担って、神様はその必要な人たちを集めてくださって、それぞれの教会を構成することができるようにしてくださっているんです。わかります。でその人たちがいろんな理由でそこから動いていることもあるでしょうし、それが、はい、大きくなったり小さくなったりすることがあるかもしれませんけれども、でもそれぞれが持っている賜物を用いて互いに使い合って奉仕の働きをしていかなければ、教会は健全な体として成長していくことがないんですね。ですから体の部分と相互依存がここにあるわけです。キリストとの間に依存しているだけではなくて、私たちはお互いがこの霊なる体としてつながっているがゆえに、お互いの依存が必要なんですね。
皆さんから私も教えられないといけないし、皆さんに助けてもらわないと私は働きをすることができないし、まあ、マヤ先生が牧師だからマヤ先生の言葉だけ聞いてればいいというのではなくて、ね、先生の働きが本当に役立つように、教会に属する皆さんが一人一人与えられた役割をそこで担っていかなければ、体はいつまでたっても成熟しないわけですね。皆さん困ると思いません？口だけものすごく大きくなって、口は大人サイズだけど体は子供サイズですから、ものすごく大変ですよね。でそのようなことがないように、それ本当に一人一人がバランスよくきちんと主の前に成長していくことができるように、お互いがその教会にあって働きをしていかないと。これが体の例えです。そうそう、私パニックボタンを押さないといけないので、パニックボタンを押すために休憩を入れましょう、ね、はい。後ろの時計で45分まででいいですか？10分弱ですけど、ね、ちょっと、短めですけど、よろしくお願いします。